結局さ、俺もこれからどうしていくかやんな。ここにはあの日曜のベルさ、日曜のベルさんに俺だけどさ、ベルさ、これからどうしていくかって話やんな、結局は。でさ、これからの人生、もう39にもなってさ、どうするだ、本当に、マジで。マジこれ、どうするだ、本当に。お前、どっか正社員って、勤める、お勤めになると、もう覚悟せなあかんだぞ。そこでもうお前、70までやるっていう。それか、上京して芸能人目指すか。俺が上京すると、どこかな鳥出市か、でもやっぱ鳥出はちょっと遠いよな。それで千葉県になるのかな。それで芸能人を目指して、それで一生勤める。芸能人を。経営者はね、難しい。深夜スーパーと深夜ラーメン。ちょっと考えとるけど、俺せどりでさ、金持ちになれるかと思ったらさ、金持ちになれるどころかさ、全然何もできへん。実際何もできへん。タクシー辞める前はさ、俺絶対商売で、のし上がってやるって、行きまいとったのに。いざさ、何もできへん。何もできへん、ほんとに。親父にさ、ねえ、親父に、何が急でってやるよ。おやじに、何が急でーって。もうこんなセドリアにしとってもしゃあないもん。このまま暇だから俺が、家におるとさ、もう本当にさ、寝ちゃうじゃん。寝ちゃってさ、寝ちゃってもさ、眠たい時期は寝ちゃうけどさ、もうそれさ、目が覚えちゃってさ、ギラギラになっちゃったら、やることあれへんや。そっからさ、地獄が始まるや。やることなくてさ、もう目がギヤギヤしとって。で、アパートってもさ、隣人とか、物音とかさ、ちょっと立ってるとさ、ね、もう、やばいもんで、